鍵山優真選手と住吉りおん選手の銅メダル獲得に笑顔をもらったフィギュアスケートグランプリシリーズ第3戦フランス大会。日本時間11月5日夜からは豪華エキシビションが開催され、表彰台に上がったこの2人に加え樋口新葉選手も登場し、大会に花を添えてくれました。ショートプログラムで4回転ジャンプ1本構成にもかかわらず100点近い高得点を出した鍵山選手に、日本女子として初めて ISU 公認大会で4回転トーループを成功させた住吉選手、そして休養明けでもその魅力は増すばかりとなっていた樋口選手が今大会のエキシビションに登場。日本時間5日22時半から翌6日1時まで行われたエキシビションで、日本勢として最初に登場したのは新プログラムを披露してくれた樋口選手。ラブオンザブレインの曲に合わせ赤紫の衣装に身を包んだ樋口選手は世界観たっぷりに華麗な演技を披露。力強いスケーティングからのダブルアクセルは高さも幅もあり、見ている方々に驚きを与えると、リンクを所狭しと駆け抜けるスピーディーなステップ、そして演技後の素敵な笑顔に癒され、会場からは樋口選手の国際大会復帰を祝うかのように盛大な歓声が寄せられていました。続いて登場したのは3シーズン4回転トーループに挑み続け、今大会で成功させると世界中のメディアから大注目となっている住吉選手。スポーティーなキラキラ衣装に包まれた住吉選手は、昨シーズンからの継続プログラムであるベターホエンガイムダンシンを熱演。衣装を変えたことや念願の4回転トーループが公認されたという変化もあってか、昨シーズンの今大会でも披露されたこの可愛いプログラムなのですが、昨年よりも笑顔多めで楽しさあふれる表現に磨きがかかっており、フランスの方々を魅了していました。そしてフリーでのミスを悔しくてしょうがないと語っていた鍵山選手は、今シーズンの新プログラムウェルテルを披露。ポップな曲を使用し、観客の方々を楽しませるイメージの多いエキシビションで、オペラ曲を使用し、しっとりとその壮大な世界を披露した鍵山選手。繊細で軽やかなステップや体が何倍にも大きく見えるような豊かな表現、そして一つ一つが絶品のジャンプで見ている方々を魅了し、フィニッシュ後には会場から割れんばかりの歓声と拍手が送られており、それに応えるかのように素敵な笑顔を見せてくれていました。その後のフィナーレでは、曲に合わせ応援してくれたファンの方々に手を振った選手の皆さん。そんな中、日本勢3選手は一点に手を掲げ、笑顔でくるくると小さな円を描き、それぞれの今大会での健闘とこれからの成長を祈った素敵な滑りを見せてくれていました。そんな素敵なエキシビションをご覧になったファンの方々からは、今大会のエキシビが豪華すぎた、特に日本の3人はそれぞれ良さがあってどれも魅了してくれましたね、などといった声が寄せられていました。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。フィナーレで日本人スケーター3人がくるくる回ってたの、最高に可愛すぎた。今大会のエキシビが豪華すぎた、特に日本の3人はそれぞれ良さがあってどれも魅了してくれましたね。若葉ちゃん柔らかさもありながら力強く美しい演技だった。 NHK 杯もガンバ、若葉ちゃんは復活したね。国際大会でファンから応援されていたのも本当に良かった。若葉ちゃんの新 EX
ボルドーレッドの髪色によく似合う赤紫色のキャミドレスの衣装での情感たっぷりな演技が良かった。リオンちゃんさすが分かってる。可愛さ満点でフランスをメロメロにしちゃったね。リオンちゃんのこの歴史ほんと良い。キラキラ衣装も素敵だし、何よりも笑顔がキラキラしてた。住吉リオンさんのエキシビション 4T 認定と銅メダル獲得の喜びがあふれてていい演技でした。笑顔と躍動感にあふれてる。しっとりじゃないプロもこんなに可愛く元気に踊れる振り幅が最高。去年の今大会のエキシビションがすごく可愛くて好きだったんだけど、今年はそれを軽く超えてきた。リオンちゃんは明るくポップでみんながハッピーになれる歴史。衣装もキラキラメイクも似合ってた。 4T 成功本当におめでとう。2戦目もガンバ。ゆうまくんのウェルテルが素晴らしいです。感動しすぎて涙が止まりません。ゆうまくんの EX でこういう曲の使い方最高。ポップな曲で踊るのも悪くないですが、独特のすごい存在だと示すことは正解だ。鍵山選手のエキシビウェルテルがやばい。この雰囲気のまま競技プロになる日が来るなら、その時はものすごい点数と大歓声が会場を包むんだろうな。逆回転スピンもイナバウアーもサイの子。異次元の演技でハートを持ってかれた。ゆうまくんのクラシックで素敵な歴史。ステップもすごいし、最後の高速スピンが特にかっこよかったです。ステップも曲も衣装も全部好き。すごく素敵なウェルテルを世界に見せられて、ゆうまくんも嬉しいだろうな。さあ次は NHK 杯だ。